どうも本日はこのコインゲッコからねまた価格のチェックをしてるわけですけどもずっと順調にね上がってきたんですけども6月6日今日に至ってはだいぶビットコインもなんか30万ぐらい下げたのかななんかこの赤いチャートが物語ってますよねイーサリアムも価格を20万ほど下げてガクーンとーなんかお辞儀してますね それから XRP なんですけども、75円つけたんですけども、5円ほど下がりました。まあでもまだまだ、あのー、上昇傾向にあるのかなと思いますけどもね。で、我らが体のが、ああ、50円割っちゃいましたね。うん。なんと忌々いましいことでしょうか。まあこうやって上がったり下がったりするのは当たり前なんですけども、なんか急激なね、下落っていうのにはちょっとびっくりさせられますよね。うん。まあ今後も、 しっかり見ていきましょうか。なんかね、せっかくうまいこと金額上がっていったなと思ったんですけども、下がるときは大きいですね。やっぱこれ、全銘から大きく下がっていくってのは何なんでしょうね。はい。じゃあ、またお疲れ様です。まあ、一気宇宙しないでいきましょう。